いや待てよ、それ怖いよ。運営さんそれ先直してよ。いや久しぶりのねプレイ集ということでちょっと楽しみに待ってたんですけど、今回はちょっとねこのバブリストさん、あのバブリストだわこれは。バブル操りすぎでしょこれ。いやよくよく考えたらバブリストってなんだよと思ったらまだあるんかーいと思ってね、これ見たらもう本当に、いやもうこれは正直言って、あの誰がなんて言うと俺は言うよ、これはバブリストだわ。前回も面白いやつ出してくれたプリンさんもうね、これ見ただけで面白い。さてこれどうなる、どうなる、やっぱりおもろいやんけ。いやこういう場面でダイナマイク一人に守り任せんの間違ってるよ、そういうの許せない。任せる理由分かったわ。いやこういうとこってね、なかなか吸うの難しいんですけど、やっぱ吸っていく。いやもうダイソンの掃除機並みの吸引力持ってますよね。いやほんとこっからどうなるんだろうと、うん、いや吸いすぎ、うん、ブラックホールやんそれ。いやもう怖えわ、いや吸いすぎて怖えわ。いやもう蜂の巣にされとる。あ、おっと、いいっすね、いいシュートですね。外しとるやんけ。なんだそのシュートは、かっこいい。いやいやまたナマズさんかーい、さっきの人やないかーいと思いながら見てたら、いやこの人何者なのマジで、なんかもう特殊なんだけど。いやこっから逆転していくんでしょ。いやもう終わったやんけこれ。もう運ねえじゃん、運ねえじゃんこの人。いやもうさす、ええさすが、えさすがに、うん、運しかねえじゃんこの男。ナマズ宝くじ当たるぞ。モーティスね、サッカーのモーティス難しいですよね。こっからどう動くんでしょうか。蹴る蹴る蹴る、ウルト溜まってる。なんでなんでウルト溜まってんの。移動中にウルト溜めるとかマジでお変態やないかい。まだあるのね、まだあるのね。もうここで正直終わってると思ってちょっと気抜いてたよ。もっと、あこれまさか、いやマジかそれ。外せ外せ、いやこれ外したらおもろい。ほうほう、ジーンが持ってる、ウルト持ってる、ジーンがウルト持ってる、ここ反射していく。いやジーン関係ねえじゃん。結構仲いいねメンティーしてって人から、まあ、送られてきた動画なんですけど、まあ、かなり正直うめえよ。でもあんたがいつも言ってる言葉言い返してやんよ、あんましゃしゃんなよ。いやこれ何の動画だろうってねずっと思ってたら、なんか全員がラグくて、なんか一人だけ動けるっていう、なんかこいつだけアニメのキャラに出てくるみたいな。ドリアン、ドリアン長男、やっぱさすがっすね。まあどんな PS ある人も、まあドリアン兄弟には勝てないってことだけ、まあ覚えて帰っといてほしいと思いましたね。